の大会もね、で世界大会もあるんですが、熊本の方はね、この前準優勝だったんですけどね、見たらね、右が強い人は右だけこんなでかくて左は細いんですよね。はい、ということで、すごいですが、さあまずはですね、はい、郁恵さん、こんばんは。こんばんは。どちらから？東京から来ました。東京からおいでになりました。飛行機、それとも列車？飛行機で。飛行機で。何泊の予定ですか？黒川は1泊で。その他中心もあちこち回っていいですね。はい、ね、待ってくださいね。ちなみに、腕相撲の経験はないです。ないですよね。スポーツは何を？大丈夫、私ゴルフ結構ですね。楽しんでください。はい、そして相対しますのは平田さん。こんばんは。平田さんはどちらから？投資しないんですけど、もと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 こっちの黒川南小国なんだけど、今は甲子市、この熊本ねですね。はい、何かスポーツの経験は？テニスやってたということですよ。そうです。じゃあまずはお互いの、ね、健闘をたたえて握手でございます。よろしくお願いします。右でいいですか？どっちでもだ。右で、じゃあ右で、はい、じゃあ左手でね、台をしっかり持ってください。で、ここに肘をついて、いいですか？相手の甲をつけた方が勝ちですよ。では参りましょう。女腕相撲大会、よーいスタート。はい、平田さんの勝ちでございます。ありがとうございました。残念でした。いやー、はい、じゃあちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちくださいね。はい、佐藤さん、こちらどうぞ、どうぞ。はい、では伺いましょう。はい、ひろみさん、こんばんは。さあ、どちらから？東京の3人組。3人組ですよね。はい、全部で3人。全部で3人。どんなお仲間なんですか？会社の仲間です。会社、何日ぐらい休みを取って？3休取って。あ、じゃあ、今日の土曜日の、あ、金曜日の午後休取って、土日、日までで帰る。そうです。ああですか、いいですね。素晴らしい時間の使い方ですが、ちなみにこの腕相撲というのはスポーツは？スポーツは何でしょう？テニス。さっきのね、平田さんテニスだったんですけどね、頑張ってください。さあ、そして佐藤さん、こんばんは。どちらから？大分県竹田市ですね。ノリも嫌がる竹田大分ですね。はい、何かスポーツとか何かなさってますか？かじるぐらい。ああ、そう。何かじゃあ、何かこう腕を使うようなことは？よくあるってことでございますけどね。さあ、どうでしょうか。じゃあ佐藤さん、初めてね、こんなね、大の目でやるのは。じゃあ、お互いの健闘をたたえて、まず握手をお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは左手で、右でいいですか？右でいいですね。はい、じゃあ、左手でしっかり台をね、持っていただいてですね。はい、で、肘を置いて、出ないと肘が痛い。それでは、組んでいきましょう。はい、よろしくお願いしますか。では、東京のひろみさんと大分の佐藤さん、よーい、スタート。さあ、東京のひろみさん勝ちました。佐藤さん、残念でございました。どうもありがとうございました。田口さん、はい、こちらどうぞ。はい、まずはですね、マサイさんです。こんばんは。こちらから？東京。さっきのグループですね。はい、ということで、昨日半休取って、今日こっちに泊まって、あとはどこに？阿蘇の方ね。今ちょっと噴火が軽くありますけどね。はい、はい、もう河口まではいけませんけども大丈夫ですよ。はい、ね、雄大な阿蘇で、朝ちょっと早起きしたら、ひょっとしたら大観望の方に来ますとね、それはね、雲海が見えるかもしれない。はい、わかりました。綺麗ですよ、幻想的なね。だからおそらくカルデラ式の火山ですから、あれが大観周辺ですね。あれ、外輪山がそのままずっとあったらね、何メートルの山だったんだろうと思いますね。おそらくあれですね、富士山よりも高かったんじゃないかと思いますけどもね。じゃあ楽しんでください。はい、スポーツは？テニス部やりますね。はい、そして一方、田口さん、こんばんは。どちらから？お、一応ね、ほとんど地元ですよね。で、何かスポーツは？やったことない。今何か腕を使うようなことは？全然やってない。大丈夫ですよ、ね、こればかりは分かりません。さあ、それではお互いの健闘をたたえ合って、まずは握手をお願いします。頑張りましょう。さあ、それではスタンバイお願いします。左手で台を持っていただいて、左手、左手、左手いいですか？
左でいいですか。じゃあ右手で台を持ってもらいまして、はい、しっかり持って、じゃあ肘をついて、でスタンバイお願いしますね。では参りましょう。用意スタートで、まだですよ、まだですよ、まだですよ、いいですか、いいですね。用意スタート。マサヨさんの勝ちでございますね。ちょっと今ね、力をかなり使いましたんでね。さあ、そして左ということもありますからね。はい、じゃあ負けたね、はい、田口さんどうもありがとうございました。さあ、以上4人が残りましたということで、まずは甲斐さん、甲斐さんこちらお願いします。そして平田さん、はい、こちらお願いいたします。さあ、どうでしょうかね。勝てそうな気はしておりますか。いません、勝てそうな気は。頑張ります、頑張りますよ。さあ、それではですね、はい、握手を、健闘をたたえ合って握手を。さあ、右と左どうですか。右でいいですか。右でいいですか。はい、じゃあ右でということで、左でしっかり台を持ってもらいまして、では手を組んでもらいましょう。では参ります、2回戦です。またですよ、レディーゴー。さあ、はい、ちょっと待ってくださいね。3位決定戦がありますから、ちょっと待ってくださいね。はい、ということで平田さんが勝ちました。はい、次です、ひろみさん、こちらお願いします。ひろみさん、こちらお願いします。そしてまさよさん、こちらお願いしますね。はい、ということは友達同士ね、友達同士ですね。まあ、同じね、会社のお知り合いですけども、今まで腕相撲をやったことはないですよね。なかなかないですよね。どうですか、勝ちそうな気は。あ、どうです。じゃあお互いまず握手していただきましょう。確か左ですよね。右と左どっちがいいですか。右がいい。じゃあ左でいいですか。じゃあ左でということで、右手で台を掴んでいただきましょう。はい、じゃあ左で組んでもらいましょう。よろしくお願いします。同じ東京対決になりました。いや、参りましょう、レディーゴー。さあ、おっとおっと、ひろみさん強かった、ひろみさん強かった、ひろみさん勝ちました。はい、ということで、じゃあですね、あ、消さない方がいいな、罰ではね。はい、まさよさん、まさよさんとかいさん、はい、じゃあ甲斐さんこっち、まさよさんこっち、3位決定戦でございます。3位決定戦でございます。はい、ではお互いまず健闘をたたえて握手でございます。さあ、右と左、左ですよね。右と左どっちがいい。もう右がいい、もう右がいい。左が慣れてしまったと、乳酸が溜まってますんでね。さあ、それではですね、右でやりましょうか。右でいいですか。右で、はい、じゃあ、まあ、握手しましたね。握手、はい、はい、頑張りましょう。じゃあ、はい、左手で台を掴んでいただきましょう。では組んでいただきます。3位決定戦、これに負けたら何にもありません。では参ります、よーレディー、まだよ、レディーゴー。さあ、甲斐さん押した、甲斐さん、甲斐さん頑張りました。じゃあごめんなさい、まさよさん、ありがとうございます。まさよさんの健闘に拍手をお願いいたします。はい、3位と4位で雲泥の差でございます。何にもございません、きつかっただけ。はい、ありがとうございました。さあ、では優勝者を決定したいと思いますね。残ったのは平田さんとひろみさん。平田さんこっち、はい、ひろみさんこっち。さあ、参りましょうね。え、どうですか、勝てそうな気は。どうでしょうと言いながら、ちょっと自信を伺わせておりますね。どうでしょうか。頑張りましょう、頑張りましょう。じゃあ、まずお互いの健闘をたたえて握手をお願いいたします。はい、では右でよろしいですか。右でよろしいですか。じゃあ、はい、左手で台をしっかり握っていただきまして、では肘を置いて組んでいただきます。優勝決定戦、では参りましょう、レディーゴー。まだもう一回ですか。まだ手はついてません。まだもう一回ですか。ほとんどまだ盛り返すかもしれない。あ、棒がついたら負けですからね。
5カウントしましょう。5カウント。大逆転、日向さん優勝。すごい試合でした。あやうくん5カウント入るところでございましたけどね、こうまではついておりませんでしたので、これでね、はい、ウェイティングしましたけれども、はい、ということで1位が日向さん、2位がひろみさん、そして3位が甲斐さんでございます。ではですね、はい、自己紹介、はい、ではですね、まずは3位は甲斐さん、はい、乳酸が溜まったと思いますのでバンテリンでございます。どうぞ疲れを癒していただきたいと思います。はい、続いて2位はですね、これは何だっけ、あ、そう、二の腕マッサージって話ですね。サウナ、二の腕サウナでございます。はい、どうもおめでとうございます。拍手をお願いいたします。そして1位はコーチのバッグ、コーチのバッグでございます。はい、どうぞ受けてください。拍手をどうぞ。どうもありがとうございます。ありがとうございました。良き思い出にしてください。どうもありがとうございました。ということで女子の部が終わったわけでございます。さあ、女子の部が終わったら今度は男子の